え、ちょっとちゃんとしても勝たん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マイさん見てこう。お、友達マーク。喧嘩じゃないよね。とりあえず1個ん2つある。うわー、怒ってる。こっちはこの2人が喧嘩かな。うん、ぽいね。ぽいね。よし、ほのかちゃん入ります。私珍しく怒ってます。大して珍しくないよ。アキと喧嘩しました。あれ、アキちゃんマジで。あれ、ちのさんはまた別の人。じゃあこのイライラも沈めてください。どういうことだ。どういうことなんだ。ほら、グミでも噛んで落ち着こう。いただきます。うん、どうぞ。どうすか。あんまり美味しくなかった。マジで。アキと喧嘩しました。ということは、じゃあこのイライラも沈めてください。待って、アキちゃんの方行こうか。ちゃんはあれか、一軒家の方にいるのかですね。ちょ、お呼び出しします。おかえり、あきちゃん。何喧嘩してんの。今ちょっと不機嫌です。ほらほら、あきちゃんの場合はあれやね、ちらし寿司を渡しておけばいい感じに機嫌が治ってくれるはず。あれ、チラシ寿司が、ん、チラシ寿司はもう与え切ってしまっているのだろうか。え、なくね。え、全然違うものなんやけど。はい、どうぞ。なにそれ、カレーパン。あ、なんかすごく美味しかったらしいわ。それなら、うん、よかったんだけど。それならよかったんだけど、何をタッチして渡したんだ、私は。さあ、仲直りできるかな、ちゃんと。この間はごめんなさい。お願い。グミを食べて不機嫌かもしれんけど。こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった、ちゃんと仲直りした。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。コインメといると嫌なことも忘れてしまいます。いいね、いいことだと思う。チャーリーさんは旦那のチャーリーさんはどうなんすかね。それはちょ待って、とりあえず一軒家の方を見ていこう。一軒家にマークを、なんか友達マークいっぱいある？別れるとかじゃないよね。え、大丈夫なの？なんかえ、消えた。消えたけど、二人とも消えたけど。キングとノリちゃん。二人で子供を見守ってる。大丈夫なはず。キングお呼び出しします。くそ。喧嘩、もしや、チノさん相手。なるほど。キングが相手だったのね。まあ、とりあえず仲直りをしてください。喧嘩を後回しにしようと思って一軒家に来たら結局喧嘩になってしまった。はい、ドーナツでも。頭熱くないっすか？大丈夫っすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった、一発で。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと仲直りできるのか。この間はごめんなさい。許してね。どうこちらこそごめんなさい。ああ、よかった。こんだけの時間空いたら逆に、許しませんはないよね。多分。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。ふう、よかった。これで二組とも解決か。お礼にこれもあげます。なんでしょう。
あと一軒家に二軒、友達マークがあったけど、喧嘩じゃないよ、ね。子供のためにできることって何でしょう。まあ子供のためにできることいろいろあるとは思うけど、夫婦が仲いいところを見せるだけでも、いい感じなんじゃないか。お？ユミさんどうしたの？ちょっと待って、喧嘩。マジで？ってことは、ノア君と会ったのどっちかとってこと？ノアと喧嘩しました。ノア君。マジか。すべて喧嘩じゃねえか。このイライラを沈めてください。ほら、落ち着け。ユミさんはそんな怒りそうな感じのキャラじゃないでしょう。はい、クッキーでもどうぞ。ほいほい。さあ、どうよ。お、今回結構いい感じにみんな、すごく美味しかった。ユミさんめっちゃ好物甘いもんだらけないけど、スイーツ男子やね。さあ、仲直りできるか。許してあげてね、ノアくん。何があったかは知らないけど、きっとクマちゃんだと思うの。きっと。どうすか？この間はごめんなさい。許しません。マジで？マジで？まさかの。ヨミさんはダメなのか。ダメでした。他の人たちは仲直りできたのに。なぜ？人生、そううまくいかないものですね。まあ、いろいろとあるよ。仲直りできませんでした。原因は？ヨミさんのイケメン。え？イケメンって有望なイケメンなんだもん。何？褒め合いですか？え、褒め合いなの？まさかの？なんだよ、ツンデレじゃねえか。超平和じゃねえか。お、なんだなんだ。ちょっと来てもらえますか？ほいほい。君が一人前に成長しました。とっくりだから大丈夫だよ。マンションに一人暮らしさせようと思います、うんうんうん、どちらがこの子のためになるでしょうか。一人暮らしを。でももうマンションに空き部屋がないようです。まあ一人暮らしって言ってもね、家族と暮らすんやけど。誰かが引っ越すまで少し待つことにします。はい、きっといなくならないとは思うけども。はい、それじゃあ、お、ん？友達マークが増えた。ん？ノア君？どうした？もしかしてすでに、やっぱり仲直りがしたいです、的な。わあ、お久しぶりです。お久しぶりです。ヨミさんと仲直りしたいです。なんでさっきすぐに仲直りしなかったの？やっぱりただのツンデレか。とりあえず、一旦断っといて、やっぱり自分から、みたいな。絶対お互い大好きやん、こんなん。やっぱり、こっちこそごめんなさい。仲直りしませんか？速攻だったわ。はい。よかったね、ヤミさん。あっという間に仲直りできて。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。時々屋上でゴルフの練習もしています。ゴルフって奥が深いですね。私はあんまりやったことがないからわからないけど、多分スポーツは全部奥が深いんじゃないかと思うや、私は。見ててもわからんけど。はい、それじゃあキノコ山さん入ります。ゆうくんと遊びましょう。はい、遊びましょう、遊びましょう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問。これは誰でしょう。
はっちゃん。答えは。はっちゃんでした。わかりやすい。モザイククイーズ第2問。第2問。ででこれは誰でしょう。あゆな。答えは。これもわかりやすい。あゆなでした。モザイククイーズ最終問題。最終問題。ででこれは誰でしょう。おお。ん？てっちゃん。答えは髪色的に。てっちゃんでした。ふう、合ってた、よかった。ちょっと間違えたかと思った一瞬。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。一番右のお宝、バスケットボールをもらいました。ありがとう。部屋に犬が来たんです。犬ってすごく可愛いですね。それは思うよ。何犬？ダックス？うちも同じく。はい、そして、ライチちゃん、入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。そう、ライチちゃんと台湾くんのところに、また子供が生まれました。女の子らしいよ、今回。女の子で、顔はノアくんにあった気がする。ノアくん？違う。台湾さん。共通点クイズ。二人組の共通点が合ってるかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。共通点クイズ、第一問。さあ、来い。大さんと石井は同じ血液型である。血液型。A だね。答えは二人とも。はい、でした。よかった。共通点クイズ第2問。第2問。ででん。コインベとヨッシーは親友である。え、違うんじゃないかな、多分。いいえ、でした。はあ、よかった、友達ではあるんやね。共通点クイズ最終問題。共通点クイズ最終問題。ででん。二人ともマラカスも持っている。ハルシロさんは持っとったと思うんやけど、シュンくん持たしとったんかな。はい。答えは、はいでした。ああ、持ってた、よかった。こういうのはちょっと一旦ね、その人が持っとったところを想像するっていうところから。一つだけあげます。なんかその映像がしっくりこんかったら、違うかなって。一番大きいの。から夜間をもらいました。ありがとう。アサミとは子供の頃からずっと友達だったような気がします。アサミさんと超仲いいの。アサミさんは？そんなでもなくない？まあ、かなり楽しい。かなり楽しいけん、まあでもいい感じなんかな。まあとりあえず良かったよ。はい、それじゃあモカターン入ります。あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。新しい服が欲しいです。ほう、何系とかは特になく、ガールズパーカー。さあ、これでどうだ。意外に似合ったりとか。ね、絶対着なさそうな感じやけど。結構気に入ったようです。お、よかったよかった。普段着ない系統だからか。そして、すぐに服を変えていくやつ。ガーゼのワンピース。はい、どうぞ。まあ、こういうやつの方が、似合うとは思う。いつもありがとうございます。なんか前にこんなん着てなかったっけってめっちゃ思う。私からのお返しです。ただ、別に今まで買った記録とかもないけん違うってことか。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。あの水平線の向こうにはどんな世界があるのでしょうね。見たことのないような世界がぐんぐんと広がってるんだよ。え、ちょっとちゃんとしてもかたん。お、ゆうやさん。
怖。別れるはないよね。今ラブラブっぽかったし。あゆなのそっくりさん、2週間ぶりですね。大地と友達になりたいです。ほうほう。お友達を増やしていく。オッケー、いいよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？礼儀正しく言ってみよう。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。頭に鼻つけっぱなしだったんか。なんだこの人は、ふざけてるのかとしか思えんよね。え、早。気合うの早。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。おかげで友達になれました。よかったよ、それは。お、そして、レベルアップ。それじゃあ。はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。いつまでも、ネムと友達でいたいです。ふんふん。なぜそこでネムちゃんが出てくるんだ？ん？いなくね？あー、最高の楽しいなところにおるんか。なるほどね。まあ、それは確かに仲良くしていきたい。はい、きつねうどんでもどうぞ。どうすか。結構美味しかった。お、よかったよかった。はい、そして。お？またしても。ふなさん、入ります。これも喧嘩ではないっぽい。喧嘩じゃないのがちょっとちょいちょい増えてきた。あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。何考えてるんだ、怖い。ケイシとは仲間一親友だと思っているのですが、藤とケイシのこともどう思いますか？これは、親友からのステップアップは全然ありなんじゃないか？どうよ。ん？ああ、あったあった、一番上に。信頼してる、相性バッチリ。そうですか。もっと仲良くなれるということですね。まあね、まだまだちょっと最高峰には行ってないかなみたいな。旅人の話も聞くと、世界って広いんだなって思っちゃいます。こんな狭い中だけで終わるのはちょっと、忍びないくらい。はい、エビフライでもどうぞ。いただきます。ほいほい。さあ、どうだ。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。めっちゃ飛び跳ねよりな。はい、それじゃあ。みんなの、おー、なんだなんだなんだ、ライちゃんとかな。ちょっと来てもらえますか？あれ、さっちゃんの方。ほい。知ってるよ。前に成長しました。よちゃん、あ、どうも。この子の成長のために旅に立つか。大きくなったね、随分と。マンションに一人暮らしさせようと思います。どちらがこの子のためになるでしょうか。まあそれは一人暮らしで、とりあえずね。でもマンションに飽きでやらないようです。これ以上あれか、住むところは増えないということなのかな、何が解放されても。はい、お願いします。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。いい笑顔だね。今日は27,100円集まりました。ありがとう。はい、そして、ミーニュース見てこう。3時になりました。ミーニュースをお伝えします。はい。驚きの新製品が誕生しました。
今までの食パン新型ポップアップトースター、ポップトースターはもはや時代遅れと言われそうです。ほう、他に何が焼けるんだい。先日発売された新型トースターは世界初の煎餅焼き機能を搭載。なんか他にもありそうやけどね、煎餅焼き機。煎餅をセットして3分待てば、焼きたての煎餅が勢いよく飛び出します。ほう、マジのみに聞きました。本当に嬉しいニュースです。そんなに？ピースピース。あ、どうも、はい、映りたいだけの人。感じのミーニュース。洗い場をお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ遊びたい人がちょっと急増中。はい、それじゃあ、りっくん、入ります。どうも、呆然としてるけど大丈夫ですか？あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。りっくんが嬉しい時に使う言葉は、なのですが、変えた方がいいですか？そのまんまでいいと思うよ。はい、わかりました。そういうところってね、別に人に言われて直す部分じゃないけん、大丈夫でしょう。失敗しても、くよくよしません。反省して、すぐに次に行かせれたら、いいんじゃないかなとは思うけど。はい、どうぞ。あー、ごめんね。吹き飛ばした。吹っ飛ばした。はい、どうぞ。結構美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから、遊びませんか？お。いいね、遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。超アップクイズ、第1問。1問。これは何でしょう？いなり寿司。答えは、合ってるよね。いなり寿司でした。超アップクイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？目玉焼き。答えは目玉焼きでした。びっくりした、違うんかと思ったよ。意味深な感じでめくるけん。超アップクイズ最終問題。最終問題。これは何でしょう？サラダ。答えは、おー、合ってた。嬉しい。普通に嬉しい、合ってた。どうも、おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番小さいの。お宝アンモナイトの化石をもらいました。やった、いいやつや。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、もうなんかあれなんかな、リア充あれか、増えすぎたのか。リア充が増えすぎて新たな声が発展しなくなってきたんだろうか。